皆さんこんにちは。今回はアスカさんコラボオーダー、コラボイベントオーダー引いていこうかと思います。これコラボ系のやつってこれ今しか手に入んなくて、もう後になるともう二度と手に入んなくなるんで、まあ今のうちに引いておこうかなと思いまして、まあ引きます。まあやっとね12000ジェム貯まったんで、まあ11250ジェム、まあギリ超えたんで、まあねちょっとね一時期ね10日以上インしてなかったりとかでね、あの俺が赤バンされたんじゃないかとか噂してる人がいたらしい。赤バンされたんじゃないかつってなんか おもろいな。まあちょっといろいろあってね、引退しようかと思ってたんですけど、まあ引退詐欺みたいな感じになりましたね。まあとりあえずね、あのステップ5まで引いていこうかと思います。まあこれで出なかったらまあ諦めようかな。うん、なんか特に台本とかは用意してこなかったんで、まあうん、まあ適当に喋ってくけど、まあコラボそうだな、これ出なかったらどうしよう。これこ全然さ、ジェムパックすら課金してなかったのも完全にやめようと思ってたから、まあ引退詐欺みたいになっちゃったから、まあ、関係ないんだけどさ、ずっとインしてなかった分ジェムがね取れなかったんで、もうやっとね1周分溜まって、まあ1周で出なかったらもう諦めるっていう感じで、でまあそんなね、なんか本当にね始めたての頃はね、まあ引退しようかなみたいな、なんか普通にあったんですけど、なんかね久しぶりだよね、そんな本気で引退しようかみたいな。まあなんかさ、攻略サイトとか YouTube とかさ始めちゃったから、なんかさ軽々しくやめらんない感じがしてさ、まあそれでも別にやめりゃいいんだけどさ、まあ、自分でさサイト立ててさ、なんかサーバー代さ払うじゃん、毎月かかるやつとかも、なんかそういうのやってるとさ、なんか解約するのもだるいしみたいな、まあ、感じで、やべえこれ、なんかガチャの話しよう。ガチャ何話していいか思い浮かばない、毎回これさ、これさ、なんか毎回思う、マジそのなんか対戦ゲーとかならいいんだけどさ、こういうのさ、おわー、まあ、なあー今のは別にそん、まあ欲しいっちゃ欲しいんだけど、まあ小石もらえるし、まあ覚醒スキルだしっていうのですごくいいんだけど、あ、でもこれ新規かな多分。あ、新規か。あ、でも状態上ブースとか、まあ、ギルランで使えるか。まあ勝負はね、ステップ3とステップ5なんで、まあスキル3つピックアップされてるけど、そのうちの2つくらい手に入ったら、まあ嬉しいかな。まあ一番嬉しいのは、八方崩しかな。あ、なんだろう。覚醒じゃない。あ、ゴミ、多分ゴミ。ゴミばっか出んだけど、まあさっきのさ、まあ、槍の覚醒はまあゴミではない、めっちゃ使えるんだけど、なんかちょっとね欲しいものじゃないのが出るとちょっとゴミって言いたくなるよね。あー、黒猫位置持ってますね。ただまあちょっととつりたい気分だったので、まあ出ないよりは、てかなんかさ、あのさ、ピックアップ出さない代わりにさ、なんかそうゴミみたいなのいっぱい出しときゃいいんだろうみたいな感じで、やめてもらっていいですかそういうの。覚醒、おお来た、これアリスだ、これアリスだ、アリス、おいやった。あ、ボイスないの、え。ボイスなかったっけ。あ、モッドとかコネクトとかアクセルだとボイスあんの。あ、もう俺発砲が一番欲しかったんで、もうこれで、いや撤退はしないな、撤退はしないでおこう。あれ、これステップ2だっけ、ステップ3だっけ、ここ確定よっか。あ、違う、あ、確定、あ、確定だ。コネクトか、でもコネクトはちょっとモーション、あれ何もない、持ってる。あ、でも3枚抜きか、これも確か持って、あ、でも、うん、まあいいか。あれ、貫突してなかった、さっきの詳細言って。まあいいや、とりあえずステップ5まで引いて、
ま、マジね、これね、もう運営小賢しいからね、いやでも八方崩しくれたから、まあ、もう何でもいいや。まあ、突製の、片手再建はいずれなんかソロカオスかなんかで使えそうな気はするのですごい欲しいのと、まあ、片手直剣のコネクトね、モーションがね、なんだっけ、配布のさ、100層クリアのやつで、100層クリアだっけ ?99 層だっけ忘れたけどさ、なんだっけ、キリトの、ALO のさ、かっこつけてる、モーションあるじゃん、なんつったっけ、ここは通行止めだ、みたいなやつ。やべ、モーション名忘れちゃった。あれと同じモーションなんだよな。なんつったっけ忘れちゃった、あれ。スキルモーションの名前とか全部パッとこう出てくるような人間になりたいね。やっぱ。そんじゃないとね、この解説しててもね、バカにされちまうから。まあ別にバカにされてもいいけどさ。もうどうでもいいもん。もうなんか。最近はどうでもよくなってね。片手再建ね。片手再建も欲しいね。パルサーが確か、突進系だったから、まあでも片手直剣は片手直剣で防御系のバフがついて強いんで、まあ、欲しいといえばすごい欲しいんだけど、片手再剣がやっぱ欲しいかな。これ確定枠ですね。うわー、これアリスだ。ステップ5で、これアビリティで覚醒でしょ。うわー、もうこれアリスしかない。うわ、もう分かってんだよ。なんでそういうことすんの？マジさ、そういうさ、ゴミばっか出しときゃさ、喜ぶだろってさ、思ってない、マジで。いや、ありがたい。いや、もう、正直さ、これだけで嬉しいんだけど、やっぱせっかくだからさ、ねえ、これ、まあでもこれ、アスカさんの、なんかジャケット、なんだっけ、これ CD ジャケットの、なんていうの、格好と全く同じで、背景も全く同じやつらしいから、まあ、いいんだけど、こういうやっぱさ、こういうやつさ、あった方がさ、アースカさんコラボだなっていう感じするじゃん。なんかさ、パッと見ですぐ、にわかだとわかんないじゃん。アスカさん知らない人とかさ。あ、これ何気あれか、火力効果と、あ、回復効果あったんだ、これ。なんかタンクでも使えるんじゃない？だって1500、3000、4500でしょ？結構回復するんじゃないの？あー、欲しかったな。もうでもいいや。もうこれ以上はちょっと撤退して。あれ？あれもう受け取ったっけ？あれ？来ない？え、ちょっと待って、これ、え？ちょっと待って、これ、スキルエコード強化。あ、もうあれか。これが一応新規だったんだ。あ、よかった。じゃあ、小石がもらえますかね。あ、暴走強化じゃん。覚醒じゃないから全然使わないけど、暴走強化、まあ、なんもスキルない人は、ね、序盤の人とか、まあいいかもしれない。あ、これは、これはあれ、はい、あ、ごめん、配布じゃん、これ。いや、ボケてる。ちょっと疲れてる。なんかいろいろちょっとダメージ計算とかしたから、なんか頭ん中こんがらがってる、マジで。強撃か。あ、ダウンは、確か、船大クリーファーみたいなやつだよね。ダウンっていうモーション名が変わったんですよ。モーション名の変更が前ね、あったんで、アップデで、いつだったか。スキルリリース出たての頃に、変わったんですよ、なんか。モーション名が、多分スキルリリースをさ、出すためにこうさ、今までこういう名前のモーションだったけど、まあなんかこういう名前にしないと、なんか同じような動きだし、一括りにできないみたいな。まあなんか多分、俺ちょっと言ってること間違ってるかもしれないけど、まあ、とにかくなんか、スキルリリース出す時の事情でなんか変わったんだよね。で、やっぱり今見た通り、船大クリーファーみたいな、まあ、船大クリーファーって言って、わかるか、わかんないんだけど、まあ、ダウンって入れると、まあ、こういうやつとか、まあ、こういうやつとか、
まあさっきねモーション見た通りなんですけど、こういうやつね、まあこれはモーション早めで結構いいですね。うん、全体、まあ全体で借り、ちょっと借りにくいけど、まあ早い分、まあいや全然いいな、道中でもまあ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 使えるかなっていう感じで。いやーでも嬉しいね、配布の発砲しかなかったんで、アビリティの発砲は本当に嬉しい。しかもまあアリス条件がなんか3つ、あ、非戦か、聖ダメと土ダメ 20% か。これ何に使うんだろうね、どうなんだろう、惰性の、打土なんだろう、ブレイクだからソロカオス215のカオスなし、でも使わないよな。まあでも発砲あるからちょっと変わってくるのかな。いやでもオーダーさんの発砲もう1枚もなかったんで、もうあるだけで本当に嬉しいです。もうね、発砲出なくてそれ以外出たっていう方が多分悲しかったんで、まあ、これちょっと欲しかったんだけど、まあこれはまあ勝った方でしょう。うん、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけるとありがたいです。ではまた。